日本でまだ誰もやったことがないことを好奇心のままやってしまい大成功を収める。無謀なのか先見の明があるのか、野望に向かっていく様は目を見張るものがあります。 NHK 朝ドラブギウギで村山工業東京支社長坂口のモデルになっている林博隆は凄腕の工業士だったことをご存知でしょうか。今回はそんな林博隆の野望と偉業を紐解いていきます。まず生い立ちから見ていきましょう。林博隆は明治40年1907年2月1日大阪北区天神橋筋4丁目で米国商を営んでいた林豊次郎の四男として生まれました。林博隆は吉本興業の創業者吉本清の弟で、本名は林勝でしたが後に通名の博隆にしています。林博隆は12人兄弟の11番目で、姉の清とは18歳、共に吉本興業に関わった兄の庄之助とも8歳離れていました。大阪天満宮裏門の寄せ小屋第二文芸館で吉本興業が創業した1912年、明治45年4月当時、博隆は5歳でした。米国商を営む林家は第二文芸館から北へ1キロほどの場所にあり、博隆は親に頼んでもダメなら第二文芸館に駆け込んで姉におねだりしていたそうです。当時は吉本興業部の景気が良い時代だったので、姉のせいにおねだりすればはいはいと甘やかしてもらえたのです。第二文芸館を遊び場にしていた博隆は芸人さんたちからも可愛がられていました。小学校中学校と大阪で育った博隆は吉本興業部が成長していく姿を見続けていたのです。中学校は関西公主商業学校、現在の関西大学第一中学校高等学校に進学し、中学卒業後17歳の時に上京して中央大学専門部商科に進学しました。専門部とは実学を中心とした大学付属の専門学校のことで、中学校の卒業資格があれば入ることができたのです。博隆は東京の下町神田で3年間の学生生活を過ごしており、近くには神田花月もあったので、立ち寄れば顔見知りの芸人や従業員が坊ちゃんと迎えてくれました。当時は中学校進学も稀であった時代でしたが、吉本興業部のおかげで博隆は恵まれた環境下にあり、学費の心配をすることなく学生生活を送ることができたのです。ちなみに8歳上の兄庄之助は尋常小学校を卒業するとでっち奉公に出ており、1917年、大正6年18歳で吉本興業部に入っています。1924年、大正13年吉本興業の創業者で姉清の夫吉本泰造が死亡しており、兄の庄之助は清を助けて吉本興業部の経営に当たっていました。博隆は義兄の吉本泰造が亡くなった時、中央大学専門部商科への入学が間近の頃でした。姉兄のおかげあって博隆は何でもやってみなわからへんと好奇心旺盛にいろんなことを経験させてもらっていたようです。20歳に満たない学生でありながら下流会にも興味を持ち、日本橋下流会に足しげく通い芸者遊びまでしていたのだそうです。料亭に通う際には近所の老舗和菓子屋永喜堂に立ち寄り手土産を買っていたそうですが、実は手土産は口実で、目的は永喜堂の看板娘の顔を見るためだったようです。1927年、昭和2年、20歳の博隆は専門部卒業後、社会党の新聞編集に携わります。さらにはこの頃に結婚もしているのですが、その相手がなんと永喜堂の看板娘でした。元号が昭和になったばかりの頃で、町には西洋文化があふれており、演芸界も近代化の必要性に迫られていたようです。そこで泰造亡き後、姉の清を支えてきた兄庄之助は、もっとバラエティに富んだ演芸ができる総合奏者にせなあかんと提案します。それを受けて姉清は、そしたら博隆を呼ぶ、西はあんた、東はあの子に任せるということになり、1928年、昭和3年博隆は21歳の時に吉本興業部に入り、東京の営業責任者となりました。この時すでに神田花月や横浜花月が存在していたので、東京を任された博隆は別の本拠地を探すことになります。そこで博隆が目をつけたのが浅草でした。早速東京吉本の本拠地を浅草に定めて、劇場の新築に取り掛かったのです。
1930年昭和5年、蕎麦屋奥山万世庵の跡地に劇場万世座を新築し開場しました。当時の東京吉本には落語の柳家金五郎をはじめとしてたくさんの人気芸人がいましたが、彼らは年下の弘隆の奮闘ぶりに敬意を込めて若と呼んでいたそうです。翌年には浅草にもう一軒昭和座を開場します。当時の浅草にはカジノフォーリーなどのレビュー団が登場していたほか、古川ロッパや徳川無生などの笑いの王国が結成されていました。その舞台模様の華やかさに刺激された弘隆は、大阪のレビュー団、白鳥座歌舞劇団を万世座に上げ好評を得ます。さらに次には2メートルを超えるロボットを制作し、ロボット劇を披露しました。日本に初めてロボットが登場したのは1928年。その数年後に早々と劇場にロボットを登場させた弘隆の発想を、東京の芸人たちは面白がってロボット劇が実現したのです。1932年、昭和7年3月には、吉本興業部を改組し、吉本興業合名会社が発足し、正式に東京支社として東京吉本を開き、林弘隆は初代東京支社長に就任しました。東京支社長に就任して2年、1934年、昭和9年に弘隆に大きな転機をもたらす出会いがありました。アメリカのレビュー団マーカス賞との出会いです。当時のレビュー団のメンバーには無名時代のダニー・ケイもいました。マーカス賞の一座が日本公演の売り込みに苦戦しているので、なんとかならないかと話を持ちかけられたのです。そこで弘隆は先行で来日していたマネージャーと面会し、パンフレットを見た途端好奇心で興奮しました。その場で大阪吉本の姉セイに許可を取って、日本でマーカス賞を実現するために動き出したのです。当時の日本は軍国主義色が濃くなっており、内務省や外務省が反対する中、なんとか招聘にこぎつけます。賞には裸踊りも含まれていたため、警視庁工業係員による検閲で露出制限され、マネージャーや演出家と対抗する場面もあり、弘隆は両意見の折衷に苦心したのだそうです。歌あり踊りあり寸劇あり、サーカスのようなアクロバティックなダンスもありで、日本人が見たこともなかった盛りだくさんのマーカスショーは観客の度肝を抜き大成功しました。そしてこのマーカスショーの成功によって業界に林弘隆という若きプロデューサーの存在を知らしめることになったのです。弘隆はこれ面白いなと自分の感性にビビッときたら後先考えずに飛びついてしまうところがありました。単に自分が見たいという欲求で動いてしまうところもあったのですが、その性分が功を奏して大ヒットを生み出していたのです。逆に兄の正之助は石橋を叩いて渡るタイプの慎重派で、そんな兄弟をうまく絡ませて采配していたのが姉の聖でした。マーカス賞成功の勢いに乗って、姉の吉本聖は吉本の機関劇場として、浅草と千日前に大劇場建設の計画を立てます。浅草を任された弘隆は、1935年昭和10年11月、浅草に地下2階、地上4階の大劇場、東京花月劇場を完成させ、11月20日には開場記念公演が盛大に行われました。東京花月劇場開場記念公演のメインは吉本賞でした。マーカス賞に感銘した弘隆は、歌あり、踊りあり、コントありの吉本賞を新編成して、レビュー界の第一線に進出したのです。吉本賞は初演から大好評で、次第に役者が増え、あっという間に大所帯となります。また、アメリカで修行していたタップの名手、中川三郎が帰国し、興行会社間で争奪戦となった際には、東宝が400円で申し出たのに対し、1300円という破格の条件で、中川との契約を取り付けたのです。東京花月劇場を好きにやらせてもらえた弘隆は、色物主体の大阪吉本とは違い、金髪パーマの可愛い少女も出演するといった具合で、音楽と男子主体の興行を推し進めたのです。そんな吉本賞の男優陣からスターが生まれました。ギターを弾きながらコミカルな歌を歌い、声帯模写やモノマネなどを披露する4人組の呆れたボーイズです。楽屋でやっていたことが面白そうなので、試しに舞台に上げてみようということになって始めた芸が大評判となり、半年も経たないうちに呆れたボーイズは日本中に知れ渡ったのです。呆れたボーイズは吉本賞の金看板的存在となり、
その人気ぶりはビートルズの公演にも劣らないと評されるほどになります。そんな中、1939年昭和14年新興キネマや松竹が演芸部を新設して、吉本興業から人気芸人の引き抜きを始めました。呆れたボーイズも新興キネマの引き抜きに遭い、メンバー4人のうち3人が新興に移ってしまったため、その活動は2年経たないうちに終わってしまいました。吉本側は芸人に残留するよう義理人情で訴え、給料アップなどで引き止めを図ったのですが、流出はやまず、この引き抜き騒動は会社間で抗争と呼ばれる規模の混乱となったのです。この時、広高は新興キネマなどと接触して事態収拾にあたり、休戦協定を結んだことで芸人の引き抜きは一段落しました。東京花月劇場は、東京に初めて生まれた映画と漫才とレビューの総合劇場という売り文句で、広高の総指揮下で吉本賞は洗練されていきます。女優になりたいので吉本興業に入れてくださいと親元を離れ、地方から東京へやってきて、東京吉本の門を叩く若者も少なくありませんでした。広高はそんな若者の夢を何とか叶えさせてやりたいと思うようになり、自分が彼らの親分にならなあかんと自覚するようになったそうです。実は広高には吉本興業合名会社東京支社長とは別に、吉本興業株式会社の常務という肩書きもありました。吉本興業株式会社は1938年昭和13年7月に設立された演芸興業の会社でした。社長は吉本姓、専務に林正之助、林博高は常務でしたが、吉本興業株式会社の拠点は東京だったので、実質的な経営は博高が担っていたのです。東京支社は大阪吉本の影響が強いのですが、吉本興業株式会社は博高がやりたいことが比較的自由にできる組織でした。そんな経緯もあり、いつまでも姉や兄の大阪吉本に頼らず、独り立ちすることも視野に入れて、やりたいことを次々と手をつけ奮闘していたのです。広高は東京の次は名古屋、その次は大阪やと、1938年11月に名古屋吉本賞の旗揚げ公演を行います。好奇心のままやりたいことを次々とやっていく広高の影響力は大きかったようですね。広高の吉本賞に刺激されて、大阪吉本でもレビューへの関心が高まり、大阪吉本賞も結成されたのです。吉本賞は大阪まで発展して落ち着いたところで、広高が次に狙ったのは映画界への進出でした。すでに吉本興業は1933年頃から渦政発声映画や日活と提携し、1935年には PCL 映画制作所とも提携を決めており、これに関しても広高が関与していました。1936年には東宝の呼びかけに広高が応じ、東宝、PCL、吉本の3社提携を結び、その2年後に兄の正之助を東宝の取締役に送り込んだのです。吉本興業の映画事業参入は広高の交渉力によって成し得たといえます。そのおかげで吉本興業に所属する芸人や俳優たちは、劇場だけでなくスクリーンでも活躍できるようになったのです。1937年7月に日中戦争が勃発し、日本は戦時体制下にある頃でした。そんな中、広高はその能力を見込まれ、1939年に開催されるニューヨーク万博日本館の嘱託として約1年間の海外視察に派遣されることになります。海外視察に出発したのは1938年の春頃で、広高はアジアからヨーロッパ、アメリカへと世界各国を見て回ったのです。こんな貴重なチャンスを広高が万博のためだけにしておくはずはありません。実は広高は海外視察前に日本映画制作所を新設しており、本格的に所属芸人を使った映画の制作に取り組む構想があったのです。そこで貴重な海外視察の機会に、訪問先のイタリアではリューチェ短編映画制作所、アメリカではゼネラルモーターズの短編映画制作部と特約を結んで帰ってきたのです。ですが、ハリウッドの関係者から日本映画への無知と蔑視の洗礼を受けたそうで、海外視察で感じたことは好奇心より嫉妬だったとのこと。この嫉妬心こそが世界基準のエンターテインメントを生み出していこうとする意欲の強力なバネになったようです。広高はいつか見返してやると誓ったのです。そして帰国後すぐの1938年昭和13年10月、吉本映画演芸配給株式会社を設立しました。
事業内容は園芸配給と映画の制作及び輸出入でした。帰国した翌年には本名を林勝から通名の林博隆へ正式に改名しています。何か強い思いがあったのでしょうね。1941年昭和16年には博隆は荻窪に敷地1000坪以上の家を買いました。同時期に東京吉本の拠点も銀座に移します。当時の銀座は西洋文明を片っ端から取り入れ、異国情緒にあふれており、海外視察してきた博隆の目には日本で一番欧米に近い街に移ったのです。銀座を拠点に演芸、ショー、映画と展開していくのですが、海外視察をしてきた博隆の新発想は本家の大阪吉本には理解してもらえないことが多くなっていきます。いつも先を見越して行動していた博隆は、政府ともうまくやっていくために積極的に動いていました。1933年昭和8年、陸軍省が満州にいる兵隊を慰問するために芸術家及び演芸人派遣計画案を提出しました。派遣する芸人は軍当局が選ぶほかに、自発的な申し出にも対応すると知った博隆は陸軍省の門を叩き、慰問活動に名乗りを上げたのです。そして1933年昭和8年11月、吉本興業で超人気芸人だった横山円達、花菱あちゃこ、石田市松と引率の橋本哲彦を満州に派遣しました。この後も国内外への慰問活動が盛んに行われ、1941年昭和16年12月8日に太平洋戦争が始まると、戦地慰問も増加しました。博隆自身も芸人の同行者として戦地慰問を行っています。終戦が近づいた頃は芸人配給事業を中心に関東圏に所属芸人や俳優を送り出す日々で、博隆もげっそり痩せていたそうです。一方でこの時期に姉正の息子である吉本英介が早稲田大学に進学し上京していました。姉の正は唯一の跡取り息子である英介を溺愛しており、体が弱い息子が東京で一人暮らしすることをとても心配していました。博隆はそんな姉のために甥っ子英介の面倒をよく見ていました。母親の心配をよそに、笠置シヅ子の大ファンだった英介は1943年昭和18年6月、吉本の社員の仲介で名古屋で巡業中だった笠置シヅ子に引き合わせてもらいます。そして出会ってから1年半後、1944年昭和19年の暮れには相愛関係となりますが、吉本家はもちろん博隆も二人の交際には気づいていませんでした。その半年後、1945年昭和20年5月25日の東京大空襲で英介も静子も焼き出されてしまい、住居を失います。この時博隆は荻窪の自宅近くの洋館を借りて、英介や親戚知人家族を避難させていました。さらに博隆は友人の映画プロデューサーに頼まれて、笠置シヅ子もこの洋館に預かっていたのです。この荻窪での避難生活が、シヅ子と英介が一つ屋根の下で暮らした唯一の期間になります。二人はすでに相愛関係でしたが、多忙を極めていた博隆は英介とシヅ子の関係に気づく余裕はありませんでした。8月15日に終戦を迎えた後も荻窪での避難生活は続いていました。静子は終戦の年の暮れまで荻窪で生活した後、荻窪の家を出たので、二人が同じ家で過ごしたのは半年間ほどになります。荻窪の家を出た理由の一つに、博隆が二人の関係に気づき始めたことがあったようです。常日頃英介の様子を姉のせいに知らせていた博隆は、二人の交際のことも報告したのでしょう。せいは英介と静子の交際を許しませんでした。博隆は生と英介の間に入って苦心もしたようですが、静子が英介の子を見ごもったことが分かった頃からでしょうか、二人の味方になって支えてくれたようです。英介以外の吉本家の人間で静子と関わりが多かったのは博隆でした。終戦後の1946年昭和21年10月、東京支社を大阪の吉本興業から分離独立させ、吉本株式会社を設立して、博隆は社長に就任します。母体となったのは1938年昭和13年7月に設立した吉本興業株式会社でした。吉本株式会社は吉本興業株式会社が築いてきた基盤を継承して、東京から名古屋にかけて様々な事業を展開していくことになります。浅草花月、江東花月、横浜花月など、東京の浅草や江東地区、
横浜の伊勢崎町で多くの劇場や映画館を経営しました。戦後の広隆は次々と新規事業を立ち上げて展開しています。まず翻訳や印書、YA タイプなどを行う YSB 吉本事業者を個人事業として立ち上げました。1946年昭和21年11月には映画の制作と配給を行う吉本プロダクションを設立。1948年昭和23年には兄の正之助を社長として吉本映画株式会社を設立し、本社を広隆の活動拠点である銀座西4丁目の吉本ビルに置きました。この吉本映画株式会社で制作した肉体の門は大ヒットします。1949年昭和24年に広隆を社長として設立した吉本劇場株式会社では映画館や劇場の運営を行いました。横浜の劇場や映画館を運営する東映興業株式会社も設立しています。1952年昭和27年11月には銀座の本社を改装し、吉本ラジオセンターを設けます。こうして吉本株式会社の傘下には YSB 吉本事業者、吉本プロダクション、吉本映画株式会社、吉本ラジオセンター、吉本劇場株式会社、東映興業株式会社が置かれ、すべての事業が銀座西4丁目の吉本ビルを拠点に展開されたのです。戦後から数年のうちに様々な事業を展開してきた広隆ですが、特に映画に対する思いは強く、1947年昭和22年10月15日、東宝、日活、東横映画、東急などとともに株式会社大泉スタジオを設立し、社長に就任、本社を吉本ビルに置きました。大ヒットした肉体の門は大泉スタジオ吉本映画提携作品として大泉スタジオの2作目の映画でした。映画事業に力を入れていた広隆は大規模な新人オーディションをするなどしながら作品を量産していきます。そしてついに日本初の西米合作映画まで制作し、1951年昭和26年1月に日本、5月にアメリカで公開しました。ですがこの大泉映画の成績は悪く、赤字の作品の方が多かったのです。資金回収が困難になった大泉映画に対し、東京映画配給との合併話がありましたが、広隆はそれを断ります。今に見ておけと撮影所の強化を図りますが、赤字の立て直しは失敗に終わります。広隆は大泉映画での映画制作を断念し、東京映画配給との合併を決断します。1951年昭和26年4月1日東京映画配給を主体とし、大泉映画と東横映画の3社が合併して東映株式会社が設立され、広隆は専務に就任しました。ですが東映株式会社は広隆の熱い思いを注ぎ込む場ではなく、戦前から熱意を注いできた映画制作の事業は失敗に終わったのです。これ以後広隆が映画事業に関心を寄せることはなかったそうです。広隆はとことんやってダメならすっぱり諦めるという気質を持ち合わせており、気持ちは次の事業に向かっていました。映画から手を引いたばかりの広隆が面倒を見たのが昭和の歌姫と称されたエリチエミでした。エリチエミの両親は共に東京吉本の所属でしたが、1951年昭和26年に女優だった母親が亡くなってしまいます。広隆はそんなチエミを大層可愛がり、高倉健との結婚式では親代わりを務めるほどだったのです。広隆はチエミに目をかけ、東京吉本でマネージメントし、まだ10代のチエミは東京吉本の稼ぎ頭となりました。また力道山のプロレス興行でも大成功します。横綱千代の山の慰労会の席で大相撲を引退しプロレスデビューした力道山と出会います。慰労会の場で渡米のための支援者を募っていた力道山の話に広隆も乗ったのです。ハワイで実績を積んで帰国した力道山は日本でプロレス旋風を巻き起こそうと意気込んでいましたが、興行界のドンである中田貞夫をはじめとした関係者はプロレス興行に後ろ向きでした。そんな時に広隆はプロレス興行の可能性を解き、中田に助言をしたのです。広隆の助言により中田ら関係者が動き出し、広隆も立ち上げに協力参加して財団法人日本プロレス協会が設立されました。1954年昭和29年2月19日日本初のプロレス世界選手権が実現し、東京を皮切りに全国各地でプロレス興行を行い大成功を収めたのです。そして5月には
日本プロレスリング興行株式会社が設立され、広隆は庄之助とともに取締役に就任しました。海外視察で好奇心旺盛に世界中を見てきた広隆は、日本ではまだ誰もやっていないことをこれはいけると察知する天性のアンテナに磨きがかかっていたのでしょうね。1963年昭和38年、兄庄之助が病気療養のため本家大阪の吉本興業社長の座を降りることになり、広隆が大阪の吉本興業の社長に就任しました。広隆が大阪吉本興業の社長に就任した翌年は東京オリンピックが開催される年でした。そこで広隆は早速にオリンピックの開催に合わせて関西随一のボーリング場を建設する計画を立て、すぐに動き出しました。ボーリング場の建設地は千日前にあった1000坪の空き地です。ここはかつて姉の誠が大劇場を建てようとした土地でしたが、諸事情で建設ができないまま約30年空き地になっていた場所でした。広隆はこの千日前に関西一の規模のボーリング場を建設し、1964年昭和39年4月15日、東京オリンピック開催に先駆けてボール吉本をオープンしたのです。ボール吉本は開場から5ヶ月足らずで1億7000万円もの売り上げを記録し、全国的なボーリングブームに乗って莫大な収益を稼ぎ出したのです。戦後広隆は映画事業で失敗し、大阪では庄之助がキャバレー事業で失敗し、大きな借金をかぶっていましたが、その借金はボール吉本の収益で瞬く間に消えたそうです。演芸中心だった大阪吉本は広隆によって近代的なレザー産業に変わっていたのです。ですが兄の庄之助は演芸を大事にしていた人でしたから、広隆のやり方は気に入らなかったようです。そしてとうとう庄之助の堪忍袋の緒が切れて、これ以上勝手なことするなと怒鳴り込んできて、周囲の者が驚くほどの激論になったそうです。そんなことがあり、大阪と東京の関係が悪くなっていたことに加え、東京吉本の経営も悪化しており、苦境に立たされた広隆の心労は相当なものだったようです。1966年昭和41年6月、大阪吉本の社長就任4年目に入った頃、広隆は脳軟化症で倒れてしまいました。療養するも体の自由が利かなくなりますが、数ヶ月で社長職に復帰します。ですが1969年昭和44年再び病に倒れ、自ら社長の座を退きました。そして1971年昭和46年6月27日、喉頭がんのため享年64歳で永眠しました。戦前から海外のエンターテインメントに目をつけ、新規事業を次々と起こし、吉本に新風を吹き込み続けてきた林広隆。林広隆の果敢な挑戦があったからこそ、吉本興業はエンターテインメントの総合奏者として発展していくことができたとも言えそうです。晩年は病魔に倒れ、歯がゆい思いをしたことかと思いますが、この人生ほんまに楽しかったわ、ありがとうと言われていたそうです。ということで、吉本興業の歴史に多大な実績を残してきた林広隆の人生を紐解いてみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。今回も最後までご覧くださりありがとうございました。